将棋将棋の先方拒否者横取り、横取り三三角横取り三三角は、将棋の先方の一つ。横取りの戦形における後哲外の一手法。内藤国が考案したことから、内藤流とも呼ばれる。初手から、七六歩三四歩二六歩八四歩二五歩八五歩、七八金三二金二四歩同歩同飛八六歩、同歩同飛三四飛となり、ここまでは、 横取りの基本図。ここで、後手が三三角と上がる。三三角の直接的な意味は、三四飛と取った局面において、このまま放置するとにに角なりとされた場合に、同銀三二ひなり、または同金三一ひなりで駒得されるため後手は、この筋を受ける必要があるからである。なお、三三角ではなく三三桂と飛ぶと、横取り三三桂という別の線形となる。 先手は付属しているものの、後手も飛車を早く活用できるため形勢は互角であるとみなされ、現在でも愛好者は多く、後述する中座流の流行とも相まってトッププロ間の対戦においても現在でもよく見られる戦型となっている。プロ間での1号局は、1969年の第15期規制戦5番勝負第2局で中原誠規制に挑戦した。 内藤国夫八段が採用した。内藤はこの時のことを著書において改装し、タイブリッシャと矢倉の名手であった中原の得意戦法を避け、未知の世界での勝負に引きずり込むためであったと述べている。内藤の指し方がそのまま定石となり、しばらくは空中戦法と称される、激しい攻め合いがこの戦型の特徴であったが、先手が中住まいに構えて、 後手の速攻を封じる差し方が登場し、後手の側にも修正が迫られるようになった。やがて、中原誠が、内藤流と中原が恋をミックスさせた、新戦法を開発し一時代を築いたが、先手側の対策が進行した結果これも衰退した。後に飛車を84の浮き飛車ではなく85の後飛車に、構える、中座流が登場し、 丸山忠久や渡辺明らトップ騎士が好んで採用する流行戦法として3度復活を遂げた。現在では中座流に対する選定の対策が進み、以前ほどの人気はなくなったが、一部の騎士が細かい、試行錯誤を積み重ねてなおも指し続けられている。内藤将棋賞局集39ページ。ありがとうございます。